丹波篠山の夏の風物詩出閑所祭りが昨日行われ、多くの人でにぎわいました。今年で67回目を迎えた丹波篠山出閑所祭りは、西日本最大級の民謡の祭典として毎年2日間行われています。今年は台風10号の影響で一昨日のプログラムがすべて中止となり、昨日1日だけの開催となりました。篠山城跡三の丸広場では恒例の総踊りが行われ、涼しげな浴衣姿の参加者らが高さおよそ9メートルの櫓を取り囲み、江戸時代から歌い継がれてきた出閑所節に手拍子を合わせ踊りを披露していました。昨日雨やった分、今日たくさん楽しんで頑張りたいと思います。ちょっと難しくて分からない楽しいです。丹波篠山市になって初の出閑所祭りは1日だけの開催となりましたが、多くの人が訪れにぎわいを見せました。